第265海兵中型ティルトローター飛行隊は、ティルトローター機であるメガボルト -22 オスプレイを保有するアメリカ海兵隊の空輸飛行隊である。ドラゴンズとして知られるこの飛行隊は、沖縄県普天間海兵隊航空基地に駐屯し、第36海兵航空軍及び第1海兵航空団の指揮下にある。機動展開、統合及び諸職主連合作戦における、 昼夜のあらゆる気象環境下で戦闘部隊、補給品及び装備品の強襲支援輸送を行って海兵空地任務部隊司令官を支援することを任務としている。HMM-265 は1962年10月1日にノースカロライナ州ジャクソンビル海兵隊航空基地において相対された。相対直後において UH-34 を装備していた飛行隊はアフリカ系アメリカ人公民権運動における重大な局面であったミシシッピ危機に際しテネシー州メンフィスに展開した。その後 HMM-265 は夜間襲撃などの新たなヘリコプター戦術の一連の試験に従事した。飛行隊の指揮官であるビーラー中佐は 革新的なヘリコプター戦術を編み出し、ドラゴンズ及びヘリコプター航空の伝説となった。1964年6月29日、ビーラー中佐が行ったジャクソンビル海兵隊、航空施設の飛行隊までの3.4時間の CH-46A15942 号機の飛行は HMM-265 に大きな転換をもたらした。 その年の7月までに飛行隊は C ナイトの受け入れを行い、その航空機を運用する最初の F 飛行隊となった。1964年10月1日、HMM-265 は、この新型機の導入を記念して、新しい部隊賞を発表した。新しいデザインが採用される2007年まで、正式な部隊賞として用いられた上等兵。 チャールズ・ D ・ライルスが起案したデザインは、日本語の竜という漢字を用いたものであった。1966年2月4日、HMM-265 は、CH-46A で1万時間の無事、小飛行時間を記録した最初の海兵隊飛行隊となった。これは、CH-46 という新しい航空機を導入している最中に達成した。 大きな成果であった。1966年4月、HMM-265 は、バージニア州のオフォークで、アセスボクサーに乗船した。1966年5月22日、飛行隊は、ベトナムのダナンクヨ軍基地の南東に位置する、マーブルマウンテン航空施設に到着した。22機の CH-46A を装備する、飛行隊は、第一海兵航空団。 第16海兵航空軍に配属された。HMM-265 のベトナム時代の部隊賞1966年7月15日、ヘースティングス作戦の初日に、HMM-265 において2件のヘリコプター事故が発生した。最初の事故は、第4海兵隊、第3大隊の海兵隊員たちを最初に投入する。 CH-46A が機に衝突した時に発生し、2件目の事故はその日の夜、初期原型機171号機が高度1500フィートにおいて12.7ミリ弾に被弾し、13名の海兵隊員が死亡した。HMM-265 及びその C ナイトは、海兵隊員や物資を空輸する日常的な任務に加え、 1966年7月4日から10月27日まで実施されたメコン作戦の支援を実施した。Hmm-265 は Hmm-164 とともに複数の飛行隊による突入を行い、ホア地域において第3海兵士団が行う相当作戦を支援した。第12海兵連隊の砲兵と海兵隊の A-4 スカイホークは、 CH-46 の降着に先立ち、降着地域に対する射撃を行った。1966年のもう一つの主要な作戦は、プレーリー作戦であった。ドラゴンズは、マッターズリッジで戦う、第4海兵連隊を支援した。壮絶な敵火力にさらされた、ホット状態の中に着陸することは、ベトナム戦争における、戦闘の先駆けであった。 1967年7月、アメリカ第7艦隊の水陸両用船即応軍に加入した HMM-265 は特殊上陸部隊ヘリコプター飛行隊となった。特殊上陸部隊としてドラゴンズは海岸沿いのベトコンに対する空中掃討作戦を行った。この間にベア、チェーン、フリーモント、ビーコンガイド、カンガルーキック、 ビーコンゲート及びコチースの5つの主要な作戦が実施された。1969年5月、ドラゴンズはアセスイオウ島に乗船し、特殊上陸部隊としての任務を再開した。ボルドパシュート作戦、マイティプレイ作戦及びディファントスタンド作戦を支援して、水陸両用襲撃を行った。ベトナムへの3年間の展開の後、 飛行隊は1969年10月10日に自分たちのヘリコプターを他の部隊のもとに残しカリフォルニア州のサンターナ海兵隊航空基地に移駐した。HMM-265 では合計27名の海兵隊員が戦死した。HMM-265 はベトナムから帰還した数名の飛行隊員に HMMT-301 の海兵隊員を 加えて再建された。ベトナムに残された CH-46A ヘリコプターは、オーバーホール後に CH-46 スーパー D に換装された。1970年11月13日、飛行隊は解散した。1977年9月1日、HMM-265 は、ドナルド・クリングラー中佐の指揮の下 ハワイ州のカネオヘワン海兵隊航空基地において再編され、今日まで太平洋に存続し続けることになった。再編時点では飛行隊にはヘリコプターが1機もなかったが、12月までに4機の CH-47D と7機の CH-46 回が管理外され、ほぼ完全充足状態となった。1978年の春には、 HMM-265 はカウアイ島のバーキングサンズ訓練場に展開し、西太平洋への展開に向けた戦闘準備を整えた。その間、飛行隊は低空飛行や部隊輸送に関する訓練を実施した。1978年4月、HMM-265 アセス、ニューオーリンズに乗船し、冷戦時代の防衛の最前線における、 軍事プレゼンスを高めるため、西太平洋へ向けて出発した。6ヶ月間にわたって、カネオヘ海兵隊航空基地を離れた飛行隊は、香港やシンガポールに寄港するとともに、フィリピンのセブにおける訓練を完了した。この任務における展開兵力は、CH-46 が12機、CH-53 が4機、 UH-1N が2機及び R-1J が2機であった。カネオヘ会兵隊航空基地で1年間を過ごした後、HMM-265 は、カホーラウェ島における訓練を実施し、次の展開に向けて準備を開始した。飛行隊は1979年8月の最初の週末に AV-8A ファリアーやヘリコプターと連携した。 大体上陸戦闘団との上陸訓練やアセス、トリポリ上での訓練を実施した。九百七十九年八月末、HMM-265 は今度は、アセストリポリで、西太平洋に、再び展開、冷戦下における軍事プレゼンスを高めた。また飛行隊は、ドナルド・クリングラー中佐の指揮の下、いくつかの海兵水陸両用部隊と共同し、沖縄における、 フォートレス、ゲール作戦に参加した。その後、飛行隊はニュージーランド及び、オーストラリア軍との共同作戦である、カンガルー3インのーシースターンオーストラリアを10日間で770時間、飛行させた。2007年1月31日、沖縄のキャンプハンセンで訓練を実施する、HMM-265 の CH-46 飛行隊がその後休む間もなく、 沖縄に展開したのは1991年10月のことであった。この展開間にドラゴンズは大統領の日本訪問のためヘリコプター開発飛行大隊を支援した。ドラゴンズはその後カンボジアに派遣され1992年の古アカウンティング作戦を支援しベトナム戦争中の米軍兵士の遺骨収集を行った。 HMM-265 ドラゴンズは1995年の初めに沖縄県の普天間海兵隊航空基地へ飛行隊全体を移転した。1998年秋のペルシャ湾での緊張の高まりに伴い、ドラゴンズは第31海兵機動展開隊の航空戦闘部隊として予告なしで再展開を行った。 そして1998年11月から1999年2月の間、ペルシャ湾及びクウェートにおいて砂漠の狐作戦に参加した。期間後、飛行隊には次の展開までわずかな暇が与えられた。1999年10月及び2000年1月から2月にかけて、今度は東ティモールで実施された。 スタビライズ作戦に参加し内戦の終結を援助した。2004年10月から2005年2月にかけて、イラクの自由作戦を支援するために展開し、あるアサード空軍基地、アルカイム及びコーリャンビレッジを拠点として活動した。2017年8月5日、第31海兵機動展開隊 VMM-265 に所属する米海兵隊のメガボルト -22、 オスプレイ1機がオーストラリア東海岸のショールウォーター1で強襲揚陸艦、アセスボノムリシャールから離陸後に墜落した。23名は救助されたが3名が行方不明となった。ありがとうございます。